MLB、D バックス9月3日ドジャース、日本時間5日、ロサンゼルス、ドジャース、大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地のダイヤモンドバックス戦に、1番、指名打者、で先発出場した。3打数で3試合ぶり無安打に終わり、打率316でリーグ首位打者から陥落した。チームは3対9で敗れ、 カード負け越した。昨夏のオールスター戦で対戦したエースギャレントのバトル。初回戦闘はフルカウントから子宮を選んで出塁。医師1、2塁から今季17個目となる3頭を決めた。通算103頭類とし、松井和夫を抜いて日本人歴代2位に立った。得点にはながらなかった。3回戦闘はナックルカーブに空振り三振。 4回2死2塁も見逃し三振とギャレンに翻弄された。イニューデ・マルティネスと対した7回戦闘も空振り三振。1試合3三振は6月30日、同1日の敵地、ジャイアンツ戦以来、今季5度目だ。打率316はパドレスプロファーに抜かれてリーグ2位となった。27本縫いだ70得点。 長打率636、オップス1.035の打撃4部門でリーグトップとなっている。なお、64打点はリーグトップのフィリーズボームと6差。7月5日は30歳の誕生日、20代ラストマッチを白星で飾ることはできなかった。また、試合前には術後最長100フィート、約30.5メートル。 の距離を取ってキャッチボールを行った。2日、同6日、空本拠地でナリーグ中地区首位のブルワーズとの3連戦に臨む。